はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。五胡大将軍で戦う三国志初代の方ですね、34回目かな。はい、行きましょう。あ、まあまあ多いな今回は。
書さんか全部。谢谢。そうか、33じゃなくてこっちにね、引き上げさせればよかったんや。これは失敗やな。あー、いた。オッケーオッケー。谢谢。
するかなんだけど、威力がどれぐらい減るかやねんな。35は人口まあまあ少ないんよね。援軍出したいんですよ。まあまあ戦闘に参加させへんという条件を許してくれるんやったらやりたいけど、まあまあやめとこう。じゃあまあな、一応縛りやってるからな。はい、あ、どっちともがっかりそうあるんやったっけ。あ、じゃあもう関係ないわ。勝手に高い方で計算してくれるんやったね。違う。寿命との戦いになってくるんやけどね、後半ね、これ全員亡くなったら失敗やからね。まあまあ
ああ、そうなんや。輸送できないんだ。ああ、正常の方ダメなのね。まあ、雪が深いからなんだろうけどね。じゃあ、探しとこ。暇やし。ああ、ない。谢谢。いた。いたけど高い。半分にしようか。174。谢谢。はい、ではね、ちょうど今20分超えたぐらいなので、ここで今回ちょっとちょうど本国ですしね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。